今月末までの期限を前倒しして、本日付で39件の緊急事態宣言を解除することといたしました。39件についてはいずれも今後徹底的なクラスター対策を講ずることで感染拡大を防止できるレベルにまで抑え込むことができたと判断いたしました。残りの8都道府県では感染者数の大きな減少に加え、人工呼吸器が必要となる重症者も東京や大阪ではピーク時の6割ぐらいまで減少していますが、まだリスクが残っていると考えます。1週間後の21日をめどに、もう一度専門家の皆さんにその時点で今回決定した解除基準に照らして評価いただき、可能であれば31日を待つことなく解除する考えです。